さあドラクエやっていきましょうかね。最近は音声がだいぶ僕もなんか喋ってないなっていうのをなんか編集しながら思うんですけどもね、多分最近あえてちょっと動画のペースを下げております。というのももうちょっとため撮りをして一気にドーンと出したいと、まあ、極力毎日出そうと思えば毎日出せる状態ではねあるんだけどもっていうところで、さあ本業のサッカーの方がやっぱり始まってからはねなかなか行けないんですけど、これから行くのがクレイモランか、クレイモランに今から行きます。まあ海へ行こうというところなんで、あそこの船着き場まで行くか。あそこはどこだ、これは近海か、ここから行くか。ここからでも行かない、行かんのはきついな。さてまた物語が動くまでカット。ここからだよな、ここでバトルだよな。確か前に取り逃がしたやつか。まあよい、魔王様のためこの海には命一つ残さぬ。こいつ結構強かったイメージなんだよな。うわまずいぞ。あ、そっか、聞かなかったな、グランドクロス。その光は、そうじゃ、勇者の力。やっちゃうぜ。こいつが一番強かった気がするんだよな、この。さあ、まあもう全身全霊切りがいいかな最初は。とりあえず様子見。220。ジャコラの HP 何本ぐらいな、ちょっと調べてみいいですか。ちょっとジャコラの HP はなんだ、ジャコラ HP 絶対強いんだよな、こいつ。この後のキラゴールドだっけ、なんかそんなやつと同じぐらい強い感じが、する。まあ結構、まあそうね。まあ結構キックっちゃ、でもやっぱ強い。こっから一気に強くなるな。グレイグ。攻撃第一。で、ここはもう、どうすっかな。まあルカなんだよな、普通に考えて。ルカニ。ルカニか。マヌーサ効かせ、強っ。ちょっと待って。やっべ、強いなこれ。どうすっかな、まあ蒼天魔山でいいんだけども、これは500525、そんないく、あそんないきますか。あそうですか。どうすっかな、ラリー砲とか多分効かない気がする。これも攻めよう。ほら今戦火多いぞ。あーバカ野郎、バカ野郎、お前ら何、ああちょっと、ちょっとあれだな、想定外だな。ベホマラー足りねえな、回復は。シルビア行かないか、まあ、ここ攻めよう。
ほら、よしよし。で、シルビアでハッスルダンス。ここはしっかり回復していこう。で、ローでどうすっかな。マヌーサ入ってくんないかな。打撃きついもんな。打撃がきついからマヌーサ入ってくれたら相当ありがたい。おっ、K! マヌーサ引くのか。そう、手間だ。いいぞ。お、いいぞ。なんか意外と戦えてんな。おーて強っ。まずいシルビア落ち。どうすかな。シルビアを生き返らせるよりも変えよう。ここでマルティナちゃんお願い。あ、でも回復ソースいなくなるかちょっと押し込まないとな。まあ、結構ダメージはも与えてるか。半分とは言わないがまだダメージは結構入ってるはず。手を貸すぞい。片付けない。どうすっかな。これ単体か。オッケー、外れた。ボミオスか。なあバカ、お前もまずいまずい。ちょっと、お前らちょっともうなんか多いぞ、そういうの。そういうとこだよ。し単体オッケー。あ、マヌーサ、あ、これやだな。ナウジストロ、ちょっとルカに使いたいな。ルカに、よし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 。で、デビルモード、デビルモード、よし。で、ここは攻めよう。よし。ああ、あんまりちょっと回復がまずい。スクルト、ちょっと手を遅いかもしれないけど、よしよしよし。いやー、マヌさん、あ、まあまあここはダメージ入んないか。雷光一線突き、オッケー、入った。ここは攻め時じゃないか。よしよし。どうすっかな。マヌーサ溶けたよな。いや、マヌーサ入れておきたい。マヌーサオッケー。マヌーサルカニア常に。うー、マジか。主人公がやっぱ、しかしでも意外と戦えたな。思ったよりも戦えた。いいじゃん。どうすっかな。初手もうここまで来たら全員に経験値入れるとか、そんなね甘っちょるいことは言ってられんもんな。を主人公に入れよう。せーの、マヌーサは入ってるから。やばい、よしよし。で、火球が当たんないのもでかいよな。だからで、ここでだからマヌーサ入れ、まあ、ルカニが入ってくれたら、あ、シルビア回復だったかな。よし、オッケー。あ、マジか。次何が来る。マヌーサ溶けた。マジか。マヌーサが溶けるか。あ、違う、ヒアラル間違った。ザオラルと間違ったぞ。まあハッスルダンスだよな。じゃあしまったな。主人公で復活。ロストロンが若干厄介だねこれ。ちょっとまずい。これは負けか。これはさすがに。こっから立て直せるかな。よし、ボミオスからさ、次何が来る。これが誰に当たるか。うん、主人公これ230きついな。さあ3回目、ここ負けたらちょっとレベル上げしようかな。ちょっとここで勝てなかったらレベル上げをしようと思います。何してんのよ。そうね、ちょっとこれで勝てなかったらレベル上げをしてくるかな。あー、ちょっともう、ちょっと運がないよな、ほんと。これ無理だな。諦めるか、ちょっと最初で死なれると困る。これは流れが悪い、ほんとに。よし、どうすっかな。まあ、ルカニよりもまずマヌーサ入れたいな。よし、 OK。 誰に行く。 OK。 よしよし。でここでバイキルをイワンにかけて、よし、 OK。
これが外れてくれる。よし、OK。どうすっかな。いや、ここは全体回復だな。ベホマラからの主人公ザオラル入れたい。主人公ザオラルシルビアに。あーマジでまずいな。バリとこの縛りはほんと一つ一つの運要素がよし肝心なんだけども、確実にダメージは入ってるか。よいしょ、よしよし、ま、このターンをしのいだのはでかい。マヌーサはまだ入ってるから、ここは全体回復か。ルカにしとくか。ルカによし。でここでハッスルダンスでいいか。これでいいか。よしよし、いい選択をした気がする。で全身全霊ギー、 OK。 800入る、そんな入る。でストロームだけはなんとかしたい。マヌーサ溶けた、まずい、誰か死ぬ。 OK 耐えた。毒、毒とかあんの。しっかりしなさい。マヌーサ溶けたな。ただまだマヌーサは溶けたけども、ここではマヌーサ入れ入れ一発。よし、オッケー、これがグリーグ以外。オッケー、ちょっと辛いな。攻めよう。オッケー、ああだ。ここはグレイグの攻撃力下がってるよな。ジャコラは今なんだ、ルカニ状態であるのか。まだルカニ入ってんだけど分かんなかった。うん、どうすっかな。いや、まあバイキルで攻めるか。攻撃第一。そうですね。うわバカ、お前そこでちょっと思ってたの違う。それは これは想定外。いけたと思ったけどな。ちょっとロー回復薬物の方がそれだときついよな。よし、レベル上げします。よし、さあそろそろ喋ることもなくなるぞ。ここだからさっきの通り、まずマヌーサだよね。だからよし、ラリホー効くのかな。ここでまあ主人公に、ああ主人公じゃなくてよかったか。グレイグの方がいいのか。だから最初はで、ここで鉄鉱山が入ればいいんだけどな。 OK 下がった。あ、結構下がるのかな、鉄鉱山守備力。守備力結構下げる可能性高いのかな。下げる可能性が高いなら相当ありがたい。まあ、ここは普通にバイキルだよな。よし、いい感じ。連携はまだいいや。で、ここで、ここで、一応ベホマラ唱えておこう。ありがとう。でここで蒼天魔山、これは結構ダメージこのターン入るんじゃない、主人公含めて。よし、でクリムゾンミスト、悪い効果をなんか打ち消すみたいななかったかな。おお900いった。900はでかいぞ。ここどうすっかな。こ
こは攻めてもいいか。ゴールドシャワーでいくか、それともあえての防御か。いや、ここは攻めよう。持ってけ泥棒。307か、まあいいでしょう。この悪い効果をなんかねなくすみたいなのがあればないよな。どうすか、ローはじゃあどうする。そろそろでもマヌーサの効果も切れそうっちゃ切れそうな気がするんだよな。いや、一旦ラリホを試してみるか。あ、でも防御でもよかったか。寝ないね。防御でもよかったな。失敗したな。防御でもよかったな。防御でもよかったな。よいしょ、いい。あー、バカ野郎。で、ここでハッスルダンス。ハッスルダンスよ。はい。で、ここで全身全霊ギリと。いいね。この流れは非常にいいぞ。で、蒼天魔山。いいぞ、いいぞ。マヌーサやっぱ解けるよね。どっちも解けたか。守備と。おい。守備も下がった。まずマヌーサだね。マヌーサ。よし。オッケー。オッケー、いいね。なっ！バカ野郎！ここどうする？主人公死ぬかもな。回復しとこう。よしよし。で、ここで全身全霊切り。あ、しまった。まあいいか。誰に行く？うーん、そっち。まあ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 いいか。どうすっかな。確実に復活の方がいいか。復活の杖で、グレイグ。悩むな。本当はルカになり入れたいんだけどな。マヌーサルカに、マヌーサルカニを入れたいんだよな。うお、あれ、マヌーサ入ってないけど外れたか。よし、攻めよう。ここは攻め時で、よし、来た来た。鉄鉱山下がれ。よし、鉄鉱山いいね。で、ここでマヌーサ入れば結構勝ちは近づくぞ。来たな、バカ。連携使っとくか。グランドネミラ何歩くらいこれ。グランドネミラって900、さすがに900は超えんか。普通に攻めた方が良かったか。これじゃなくて良かったか。403か。そうだよね、やっぱミスったな。マヌーサもう解けた。嘘。どうすっかな。もう失敗したな。連携技いらんかったな。で、ここは絶対動きたい。よしよし。で、ハッスルダンス。よしよし。マヌーサは解けたけど、まだ守備力が下がったままのはず。よし、うん、普通に攻めた方が強かったもんな、連携技よりもな。誰に行く。うー、危ねえ。ここは確実に行きたいから、どうすっかな。いや、もう安全を取ろう。ここはベホマラーにして安全を取ろう。安全安全安全安楽に行こう。で、蒼天魔山、オッケーよ。よしよしよし。で、全身でこれ勝てんじゃね、そろそろ。よし、勝った。うー、あー、しかも全員入るぞこれ、ポイントが。よしよしよし、オッケーです。まあ、収録3時間して一体ってなかなかあれだな。このジャコラ様が破れるはずだ。あのイカズチ、まさか貴様は。よーし、オッケー。なかなかにきついな。
3時間やって敵一体か。あんなやつ、勇者の力を取り戻した我が孫の敵ではないわ。これで海の脅威は去ったはずじゃ。相当死んだけどな。さあ先を急ごうぞ。このような魔物が二度と現れぬよう一刻も早くウルノーガを倒さねば。幸いにもウルノーガはまだお前を死んだものと思っているよ。よしよし、ふう、さすがにちょっとしんどかったな。でこっち入っていいのか。よいしょ。まあ本当はここで終わろうと思ったんだけども、ほとんどレベル上げとかに収録時間使っちゃったから、多分3時間以上収録して多分動画にできんのは今のところ多分20分あるかないかと思うんで、もうちょいやっていこうかな。顔を上げなされシャール殿。お、久しぶりじゃの。シャール殿こそ双剣僧で何より。よかった、大樹が落ち闇が世界を覆い。それじゃシャール殿、今数週間ほど前からです、クレイモラン王国一帯で突如奇病が流行り出したのです。この病に感染した者は人間も体が黄金に。原因も治療法もわからないこの病はいつしか不安、他の国に助けを求めようにも病と共に現れた巨大な黄金の病を調べていた魔女リーズレットも逆にあらぬ疑いをかけられ、友人として彼女を解放しようと試みましたが民の強い反対に遭い。なんとそのようなことが。じゃがシャール殿、安心なされよ。ありがとうございます。城の者や城下町の民たちにも皆さんに協力するよう伝えて。黄金病、黄金病とは。飛び降りたいな、ここから。神は何か知ってるようでございますけれども、さあこの後どうするもんかと。城下町で黄金病の、黄金病か、なんかあったっけな。もうすぐにアジと肉もんと思ったけど違うんだね。ロー様たち、何か分かりましたか。それがもう詳しくは分からんが、シャール殿が言うにはな。おお、そこ行くご婦人、よければわしらに話を聞かせてくださらんか。なんだいお前さんたちは、こんなとこでぼさっとして体が金になっても知らないよ。あ、ちょっとお待ち、お前さん、もしかしてカミュじゃないか。俺のこと知ってるんですか。はあ、お前さん忘れちまったのかい。し、そんな。ちょっとおばあちゃん、どうしちゃったの。ついに私まで感染しちまったっていうのかい。
てこと。これが黄金病だというの。ちょっとどうしたの、カミちゃん。カミュ？声を聞きつけ来てみれば、まさか君がいる。お主、カミュのことを知っておるのか。わしらは旅の仲間なんじゃが。なんと、カミュのことをお話ししましょう。後ほど城下町の正門そばにある私の教会にいらしてください。さあ、一体この黄金病とはなんじゃらほいということですけどもね。教会どこ、教会、正門近くの教会、あれか。教会ではなかった。あれ、教会どこある。教会、あ、あのステンドガラスのやつかな。ここ？あれ、教会ないな。あれ、正門近くに教会、あれ？どれだ？こっち？これか。これ、誰もいねえし。中にいるってこと？あ、トップに。よく来てくださいました、カミュ。君も元気そうで何よりだ。最後に見てから5年ぶりくらいだろうか。5年前、それまで俺はこの町に住んでいたんですか。かつてこのクレイモランの城下町は北海で活動するバイキングの寄港地でね。以前は交流も盛んに、カミュ。当時君はそのバイキングの手下だった。なんだって。俺がバイキング。盗賊神の執事は我らデルカダール王国がいくら。いえ、生まれに関しては何とも。神は幼い頃彼の妹と共にバイ、それが幸せだったのかは分かりません。彼と妹は実際ある日、彼の妹が亡くなったという知らせを受け。やめろ。神父として彼らを救えなかったことは心残りとして私の中に残り続けました。ですから彼が困っているなら今こそ。やめてくれ。しばらく一人にしてください。すみません、彼の気持ちも考えず。皆さん、神を頼みます。私も。さあ、てことで、まあ、今回この辺にしとこうかな。さすがに取れ高的には問題ないかな。ほとんど、この、なんて言うんだろうな、動画内ではあんまり進んでない感じがね、するかもしれないけども、3時間以上やるとね、さすがにおじさん集中力がもう持たないというのがありますんで、神を探せか、じゃあ神を探してから行くか、とりあえず。中途半端に終わるの前の、カミュー。カミュー。いないな。いねえし、もう出れなくなるし、もう。カミューどこ行った？だいたい広場の中央とかにいそうなもんだけど。そうでもないか。どこだ？城下町。この辺どっかにいる。たま、冷た！いるはず。カミュ知らんかい。
神を誰か知らんか？いや割とマジで。え、どこ？なんか知らんか？うん、そういうのいいから。フォックス、裏門かよ。もう裏門かよ。多分こっちからいたらいるのかな。あれ、裏門ってこっちのことか、それとも反対側の裏門。この辺にこっちの先にいたりする、もしかして。裏門いないな。やっぱ外に、あ、もう閉まっちゃった。閉まんの早いな。じゃあもう次の行き先は分かってるから、あれ？もしかして、あれか、あのオレンジのとこ、もしかしてこっち？これか。あー、ごめん、普通に通り過ぎてた。すみません。あいつらは、まさか。港に接近する船を見たか。神のことは私に任せてください。皆さんは港の方へ。おっと、ちょっとまずい展開になってきましたね。正面からも行くか。あれ、これちょ、 M バトルだっけ、これ。バトルすんだっけ。なんかバトルだった気がするから、ちょっと回復していこうかな。ちょっとそうね、キャンプはあるか。ちょっとさすがに回復してからじゃないと、なんか今の言葉的にもバトルっぽいから。まあ、セーブはいいとしても、ごめん、のんきにちょっと一晩過ごさせてもらおう。もう街壊滅だよ、この間に。よし、じゃあ行こう。なかなか終わるタイミングが難しいな、今回は。なんかバトルにはなっていた気がするけれども。さあ、ほら野郎ども、気合い入れ。この魔物たち、黄金、うん、貴様ら、ね、こんだけ金がね、多く出回れば逆に価値が下がってしまう気がするんだけどな。そうでもないのかな。黄金になっていない人間など、キラゴルド様のお宝ゲット。なんか来そうな気がしたんだよね。ま、大したことはないであろう。あ、てか今更だけど、マルティナメンバーに入れてなかったな。ほら、あ、やばい。主人公集中攻撃はマジ、さすがに。ハッスルダンスでいこう。今助けるわ。よしよし、ここはもう装填マザーで。あ、多分両脇の方が雑魚なんだろうな、これ。グランドクロス。よしよし、
意外と耐えるね。イワンに、おっと待って、イワンばっか、え、ちょっと待って、イワン集中攻撃はやめて、やばい、これどっからだ、セーブ失敗したな。やっぱちゃんとセーブしておくべきだったな。よし、もうちょっとザ、だからほん、いや、おかしいだろ絶対し、マジでさっきから主人公ばっかじゃん、もうやだな、ほんと、もう、おいおい、まあ、5連続ぐらいでさっきから主人公ばっかじゃん、前回から。あ、さて、よしよし、ああ、もう帰れ、間違ったな、何でも発生ダンス、ここはもうグランドクロスでいいや。で、蒼天魔山で、本当主人公に打撃いく可能性高すぎだろこれ。またいいの、ないか。さーて、グランドクロス、よいしょ、終わらせようぜ、おい、やっぱ辛いなこの縛り、おら、やったわ、帰れ、ざわみろい、しまった、先ほどの連中は陽動だったか、追うぞ。あれよ、カミュちゃん、ちょっと、なんであんなとこ、わからん、だが今は理由を考えるより奴らを止めなければ。間に合わなかった、まさかカミュが連れて行かれるなんて。もうだったら取り返すだけよ、神父さんがまだこの辺りにいると思うの、見つけてあいつら、あよし、さーて、じゃあ話全然終わんねえな、ほんと今回もう取れ高はさすがに十分な気がするけども、一応回復する、じゃあ次のアジトへ向かって出発だーぐらいのとこで終わりたいから、神父と早く話を、うー、なんかいっぱいいる、もうやめてくれ、まだやる、ほんと終わらせてくんねえな今回、すみません、何を言ってるんだよ神父さん、優しいな、神父さんが町の外にいると聞いて、寒くないんか、にかかった人間、やつら金目なもんしか気にしてなかった、しかし神は高価なものは持っていませんでしたし、黄金病にも感染していなかった、なのに あの魔物たちの喋り方や仕草、実はわしもその考え、確かに言われて、うん、あの黄金を欲する魔物たち、そう、この地に寄港していたバイキングたちにどこか似ているの、当時彼らのアジトはこの町から船で、
よーし、やっと終わります。よし、ってことで、じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。